劉勤は、前漢の皇族。漢の先帝の御子で元御門の弟、y o 王に奉建された。母は先帝に長愛された長。各皇后が廃位された後、先帝は長を皇后に建てようと考えたが、各皇后の一族である各氏が皇太子を暗殺しようとしたことに懲りて、あえて皇を産んでいない者を皇后に選ぶこととし、王を皇后に選んだ。 竜金は、元康三年に、和洋王に封建され、成長すると、継承や法律を好み、才能豊かであったので、先帝は彼を愛した。一方、皇太子は寛大で、ひとしの心の持ち主で、呪術を好んでいたため、先帝は、竜金のことを、魔の我が子であると言って嘆いた。先帝は皇太子を排して、竜金と、長を立てようとも考えたが、 皇太子が自分が民間にいた頃の子で、その母の一族虚子を頼っていた恩もあり、皇太子の母の元皇后が毒殺されて、母を早くに失ったということも考えると配するに、忍びなかった。そこで先定は、上昇意見のこの異現性を、YOO の注意とし、兄への献上の意味を持たせた。先定が死去し元帝かどの時代になると、竜金は、 両国のワイオに赴任した。当時、すでに母の長は死亡していたが、外祖母と母の兄弟がいたため、リュウキンは彼ら長子一族をワイオに移住させることを願った。しかし母の兄弟の一人、長広氏は、一族の墓を守りたいとの理由で断ったため、リュウキンとの関係が悪くなった。だが金に困った、長広氏は、リュウキンに、元御門の補佐となるよう働きかけると持ちかけ、 劉金も了承して、彼に金を苦面してやった。長博氏は、娘婿で、駅郷で有名な警夫佐と結託したが、警夫佐は、元御門に一時信頼されるも、官官医試験内に排斥された。警夫佐と共に、長博氏も、諸公を悪い道に誘ったとして極に下され、警夫佐も、長博氏も処刑され、長子は配慮された。 劉勤も連座して逮捕されそうになったが、元ミカが止めさせ、寛大部、王俊に限定時期時期の叱責を告げさせるに止めた。元ミカが死去し聖帝の時代になると、劉勤は聖帝のおじであることから聖帝に特に拘留された。劉勤は、張広らの事件のことを上書し、蝶氏一族を入る先から戻してほしいと願い出た。上昇。 女子大部は以前のことを反省していないと弾劾したが、聖帝は恩を与え、配るされていたものを帰還させた。劉金は川平成2年に死亡し、剣王と送りなされた。この文王劉言が後を継いだ。ありがとうございます。